こんにちは。お疲れ様です。今回は常識についてお話したいんですけども、常識ってね、自分で持つのないんですけども、自分の持ってる常識を人に押し付けるものではないのかなと思うんですよ。で、そもそも常識ってのは、自分のお付き合いしている人の中で、まあ、共通項というか、平均値というか、そうやって出来上がるものじゃないかなと思うんですよね。それからもう一つの常識は、ワールドワイドに広く世の中に受け入れられてる常識ですよね。で、この二つってのは、イコールではないんですよ。 日本全国に、つつうらうらに行き渡ってる常識としては、例えばね、食べる前にいただきますっていう常識があるとするじゃないですか。まあでも、自分たちの周りには、食べる前にいただきますって言わない人ばかりで、それで調和が取れてるとしたら、その小さなグループでの常識と、まあ日本に行き渡ってる常識とはちょっと違うってことになりますので、常識の使い分けが必要になってくるんですよね。まあけどね、いただきますを言わないその集団の中に、たまたま、 いただきますを言ういわゆる世の中で言う常識的な人が紛れ込んだ時にじゃあご飯食べましょうって言った時に一人だけいただきます」って言って「あれみんな「いただきます」も言わないの常識がなってないねって言われた時に常識を守る人が一人ね挨拶その「いただきます」を言うって人がその常識を持ってる人が一人その他の人が大多数が言わないでそれでも心の中でそれぞれ感謝しながら食べるみたいなねまあそういうのがあって。 じゃあどっちが常識なのって言ったら多数派が言ってみれば常識なんでしょうねきっとねあのよくねこういった感じの間違いがあると思うんですよあの代替えっていうのがあるでしょう携帯電話の代替え商品とかねでもあれは代替って思うんですよねでも代替って読むのが常識なんだけども世の中の多くの人が代替えっていうふうに言うようになっちゃったら実はね代替えっていう方が常識にすげえ変わってくるんですよね で、大体って読む人は、どちらかというと、ちょっと漢字マニアっていうかね、ちょっとこう、意識高い系とかね、俺知ってるぜみたいな一部の人になっちゃうんで、どちらかというとそっちが排除される本になるんですよ。こうやって常識って入れ替わっていくんで、常識って古い常識と今生まれつつある常識と未来の常識っていろいろあるんだろうなと思います。そして肝心なのは、常識って破っても罰せられないんですよ。ね、マナーとか常識ってルールではないですから、罰則はないんですよ。 だからマナーや常識を破っても罪に問うことはないですし何ら恥ずかしいいことはないんですよねただし同じマナーや同じ常識でやっていきたいと思う人がこれ多いのが世の常ですからそうなると徐々にそこにはあのいづらくなるっていう環境ができるでしょうね。そういう時は別れて別々の常識別々のマナーで生きていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。あの全ての人が同じマナーを 共有することも、同じ常識を共有することも、これはこれでね、社会生活が難しくなっちゃいますから。ね。北海道には北海道の常識。沖縄には沖縄の常識。そしてそれぞれのマナー。その状況とか、その風土に合ったような、過ごし方があるわけですよ。つまりは、合に行っては合に従いなんですよね。自分の大切にしてきた常識はあるでしょうけども、新しいコミュニティに入ったら、そのコミュニティの常識に合わせていく。 ことで人とうまくやっていくコミュニケーションというのは成り立つと思うんですよねまあですんで自分とは違ったマナーや常識を持っている人がいるんだなっていう風うな当たり前のことをやっぱり受け入れていくまあそれが多様化っていうものじゃないかなと思うんですよそうじゃなくってね同じマナー同じ常識でないとおかしいよっていうのはこれはね共産国家の出来上がりですからねどっちかっていうと私はね程よく使い分けていけばいいのかなと思いますよねえそしてマナーや常識を破れば、うん、うまくいかない人が出てくる そういうことでいいんじゃないですか。うん。でもね、マナーや常識破ったところで、その人の人間本質を見抜くことができれば、少々ね、行き違いがあっても、許し合える。うん。お互いに分かり合えると思うんですけどもね。うん。はい、じゃあ、こんなところですかね。常識。あまり縛られなくていいんじゃないですか。常識に縛られるなってみんな言うでしょ。でも、縛られてるのは一体誰なんでしょうかね。じゃあ、いってらっしゃい。